県のメンバー、アフィリエイト、パートナー標準化団体欧州標準化委員会は、一貫した標準規格と仕様の開発、保守、配布を行うための効率的基盤を提供することによって、国際社会におけるヨーロッパ経済の力を強め、ヨーロッパの市民の福祉や環境を高めることを目的とした私的な非営利組織である。1961年創設。 13カ国のメンバーが共同で様々な分野の欧州企画を策定し、製品やサービスについてのヨーロッパ共同市場を構築し、世界経済におけるヨーロッパの地位向上を図っている。一部の企画は自発的なものだが、EU の法律の定めに従って策定されている義務的企画もある。6万人以上の専門家及び関係者がいて、 県の企画に影響を受ける人々は4億6000万人に達する。県は電気関係と通信関係以外の分野における公式な標準化組織として認識されている。メンバー30カ国は欧州連合27カ国と欧州自由貿易連合3カ国で構成され、他に EU やエフタに参加を予定している国がアフィリエートとして参加している。県は 自由貿易の推進、労働者と消費者の安全、ネットワークの総合運用性、環境保護、研究開発プログラムの推進、調達の公開性などを促進するべく、技術標準によって、欧州連合と欧州経済領域の目的に寄与している。義務的標準の例としては、建築における建材や製品の規格があり、コンストラクションプロダクツディレクティブで示されている。 CE マークは、その製品が対応する EU 指令に準拠していることを製造業者が宣言するもので、その指令が参照している規格に適合していることを示している。ケント・セネレックは、キーマークと呼ばれるマークを保持しており、このマークを付けた製品は、欧州規格に適合していることを示している。県加盟国は以下の通り、ありがとうございます。